はい、どうも、りょうじんと申します。いきなりですが、光剣長尺7というね、装備を作りました。というのも、攻撃見切り上回心弱点特攻フルマックスですね、レベルスキルマックスの、スキルを採用した装備となります。まあ、この装備はね、もう四天王、火力四天王スキルですね。もうこの4つ乗せたらもう、いい火力出ること間違いないよねっていうことで、今回ガンランスに採用して、でもガンランスって、まあ、画生とか画鏡とか砲術とかやっぱ必要なスキルもあるんで、それらもちゃんと入れちゃったよっていう装備です。はい。非常にバランスが取れてるんじゃないかなと、個人的に思っております。ね、ほら、弱点特攻、超回心の上に画生が5に入ってますし、画鏡も3ですね。砲術も3でございます。ね、素晴らしい。よくできたと。めちゃくちゃ時間かかりました、この装備作ると。動画投稿の期間が空いてしまって、本当に申し訳ないということで。解説します。今回の試着、インペリアルオールデン回ですね。攻撃力385と、非常に高いですね。まあ、ちょっと白ゲージではあるんですけども、武器スロットと攻撃力の高さを、考慮して、まあ、今回こいつで作ってみました。なかなかいい火力出してくれます。で、リバルカイザー、エスピナ・バゼル、イレスケですね。で、今回5石が攻撃3と見切りに、スロット2の、5石を使用しています。そうです。制作難易度、鬼畜でございます。はい。もうめちゃくちゃ難しい装備です、これ。もう一種のゴールかと思ってる。もうゴール装備やと思ってるからね、俺は。ということで、火炎錬成なんですが、攻撃プラス1をリバルカイザーに入れて、で、画鏡と心眼2つがリバルカイザーについております。で、スロット1の弱点特攻プラス1。で、風間というかバゼルについてますね。で、超回心が、イケスレについてるという感じですね。イレスケか。イレスケについてるって感じですね。福間共鳴やったかな。もう消して、超回心をつけております。どうです？やっとここまで作れたよっていう感じ。だちゃんと切れ味スキルのね、技物も採用してるので。で、砲弾回避距離と、しかも合身と、まあ、おまけに粉塵まといまでレベル2採用できたんで、つけているってとこですね。で、強をつけることによって、人玉の取りの取りに行く時間も短縮できるという感じですね。まあ、唯一の弱点といえばそうですね。かけれ飯使いがないとこですかね。かけれ飯使いを採用できなかったです。どうしても。はい。まあ、心眼とか、まあ、こういう砲弾装填いらねえよっていうのであれば入れれるかもしれないですけども、まあ、今回はね、風、かけれ飯使いの代わりにですね、風まといを採用してなんとかごまかしてるっていうとこですね。まあまあ、ごまかしてる。まあ、少しごまかしますけどね。はい、こんな感じで装備構成組んでみました。非常に火力出せるんじゃないかなと。で、爆光砲のバフもかかればね、素晴らしいことになると思います。もちろん、流行粒子つけておりますので、45秒間強化された状態で戦うことができます。素晴らしい！装飾品はこんな感じとなっております。まあ、リバルカイザーとスロットを1個追加してるんで、合身も入れられたのかなっていうところでございますね。まあまあ、装飾品に関しては誰でも作ることができるんで、まあ難しくないかなと思う。まあ、純粋にもう防具の簡易練習この5石が非常にレベルが高い5石になってるっていうところが、まあ、問題になってくるのかなというところでございます。まあ、あとはまあ武器スロットをなんとか、増やす、まあ、もっと、ね、ゴルトラスとか使用すればもしかしたらもうちょっと緩和できるのかなというところでありますけども、まあ、5石に関してはもう本当に人次第かなっていうところでありますね。持っている人がいればぜひ作ってみてはいかがですかっていう感じですね。では早速やっていきたいと思います。さあ、ということでやっていきましょうか。よろしくお願いいたします。今回はリオリーヤ、希少種、レベル何ぼ ?213 ですね。もう、レベル213。どういうことなんだよ。もうこのゲーム、いきなりこのサンブリック知らない状態からモンハン知ってる人がこれ見たらもうよくわかんないよね。もうレベル213のリオリーヤ、希少種ってどんなんですかと。本当に質問したくなりますよね。まあ、めちゃくちゃ難しいということですね。さあ、やっていきましょうか。まず、バフかけるところからスタートですね。てかもうすごい火力出るな、てか普通に。おい !135! すごい、もう、完成した甲斐があるよね。こんだけ火力出るんやったらもう気持ちがいいことこの上ないよね。おら素晴らしい。本当に火力出せたな、って感じ。いや、本当ガンランス装備でこれできないと思ったからね、俺この装備。本当に。まあ、というのも、やっぱ攻撃、まず攻撃7と見切り7がきつくね。すげえここきつく感じてて。で、しかも超回心がまあ重たいのよね。まあ知ってる人だったら多分知ってると思うんだけど。もう、俺いつもね、火力スキルとか乗せるときもね、超回心レベル1だけ採用してみたいな感じなんですよね。3がマジで難しくて。
いや火力特化するだけだったらそれは簡単ですよ、簡単ですけど、やっぱガンランスってバランスじゃないですか。バランスが大事なんで、それがこうなかなか難しかったなっていう印象ですね。まあ五石の影もありましたよ。やっぱ見切り3と攻撃2ってなんですかなんですかっておかしいけど、はい。あー、あとあれか、あれかもないかな、あれかな、闇討ちもないのか多分ね。闇討ちもないですね。まあ火力スキルだから、まあまあ関係ないけどね、闇討ちがないのは。どーれ、まあ、ガンランスの砲術とかを使うのであれば、まあ闇討ちは結構マストなんですけど、まあでも言うてなくても十分火力出せますから、そこまで気にすることもないのかなと。おれい、柔らかいとこ攻撃したいんですけどねちょっと V 破壊しないとちょっと話にならんからな。頭とか攻撃したいな。まあでもマルチャーがなかなか攻撃するの難しいんで、アウフンジン、おらー、攻撃力も高いんで、アウフンジンもいい火力出せるんですよね。700オーバーなんで、これも結構許容範囲かなっていう感じはしますよね。後ろ行きたいな。後ろ行きたいなって、俺闇打ち持ってないのに。闇打ち持ってる動きをしてるよね。もうずっと闇打ちばっか使ってるから、敵の裏に回ることを意識してしまってるもん。尻尾ください。後ろに下がって。あ、危んだよね。あ、それでね、バフはどんどんかけていて、常にもうね、青い、まあ、炎はもうついた状態で戦いたいですよね。めちゃくちゃ強いですから、この状態は本当に。で、流撃放棄ですか。あ、いい、火力悪くない。あれ、方向食らわなかったな。なんだ、天女盤石持ってないはずだけど。ウィー、そう、もうレベルオーバー、レベル200オーバーとかになってくると、もうあの火力スキルだけじゃね、ガンランスやっていけないんですよ、マジでもう、ガセ5は絶対欲しいしなって俺は思ってんだけど、どうかな、人によって違うかな。ちょっと一旦リロードいいっすか。あっち攻撃してるからな。こう、あと技物を採用してるとはいえね、切れ味の消費がまあまあ激しいんですよ。砲術使うからさ。拡散型の砲術、あの砲撃ってあの切れ味2倍なんですよね。通常砲車と比べると。結構これ知らない人おるんですけど、あの例えば砲撃が切れ味の消費が1なんですけど、拡散型だと2なんです、まあ、純粋に使えば使うほど切れ味の消費が激しくなっとるとですよ大変なんだよ本当。火力出る、あ、まあでも肉質悪いとこでも261出るんやったら十分だな、まあ、今回弱点特攻採用なんで耐震率なかなか厳しいものになりますけど、尻尾とかさ、結構攻撃したらいい感じになるんじゃない。どうれ、あ、肉質が勝て肉質が勝ていや、だけどもう全然殴りでも戦えるし、砲術使って、肉質が硬い敵とかは砲術使ってもいいしみたいな感じだよね。両立ができてるよね、だから要するに、素晴らしい。でしかも弾かれるんじゃないかっていうけど、俺心眼今回採用してるから弾かれること心配ない。ただ切れ味の補正がないので、白ゲージとかまあまだあるんだけど、青とかだからね、基本的に迫るのは。どうら、あ、それでも300入るんか。でも十分じゃないこれ。青でしょだってこれ。ああ、まあ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 、まあ、まあ。300近いんか、でも。十分だね。青で300かって逆に考えた。じゃあ白だったらもうちょっといくかな。難しいな、でも。白で殴るのむずいな。まあ、平均火力を上げてるという手で考えていけば、全然いいんじゃないかな。でもガンランスってやっぱ俺の中でやっぱ思ってるのが、そのなんていうかな、やっぱ砲術を絡めた戦い方がやっぱガンランスがやっぱ一番強いと思ってるわけ。まあ、殴りとかもちろん強いんだけど、火力出るからね、わかるけど、やっぱ砲術絡めた方が強いから、やっぱどうしても砲術というスキルはね手放せないんだよね。だからこういう拡散型とかやったら平、ね、水平好きの火力を上げてさ、砲撃当ててみたいな感じで200超えたりとかしてるから、まあそれプラス、あの、粉塵まといの青粉塵とか入れたりとかして火力補ってるから、まああと武器の属性とかがあれば、爆破属性とかがあればもちろん、それでも補うことできるからね。だからまあ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 、火力上げて損はないけどね。ただまあもうすごいバランスとかガンランスに欲しいスキルを採用した状態での攻撃超回心弱点特攻見切り7なんで、個人的には結構満足してるんですよね。やっと作れたかっていう。憧れがあったんだよね。なんか太刀とか、その他のなんか双剣かちょっとわかんないけど、まあ、太刀とか体験とかもそうやけど、やっぱこう見切り超回心弱点特攻とか採用してるのがすごいこうかっこいいイメージが俺の中であったから
今回これをガンランスで採用できたのはすごく満足がありますね。自己満みたいな感じですね。まあこれでちょっと火力不足も補えるのかなと思いました。うん、まああとはかけりみ使いが欲しいけど、まあまあなんとかなるか。風マット入れてるから、まあ、そこでお茶を濁してる感じですね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。まあ結構火力が高く見えたのが、お分かりいただけたかな。まあちょっとリオレイヤー自体がね肉質が硬いんで分かりづらいと思いますけども、まあ、しっかりと、火力特化のガンランスを作らせていただきました。600、素晴らしい、素晴らしいですね。ありがとうございます。ということで、ご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。